回のハプニング曲はすごくリズム感もあってキーも高めの楽曲だったので、私とにかく、まあ、声は割と高めなんですけどリズム感があまりなかったので、そこのところは自分でレコーディングしながらも結構気をつけて挑みましたかね。まあ、すごく曲調とか曲のイメージは、まあ、割と自分にも合ってるんじゃないかななんて思うので、こう自分らしくアイクらしくこう明るく歌ってみました。今回も加地秀樹さんが作ってくださって、結構ポップな感じですごく可愛らしい曲で、まあね、あまり詳しくはお伝えできないんですけれども、まあ、いくつか歌詞のフレーズの中で魔法にかけられた女の子っていうフレーズがあって、そのフレーズがすごくアットホームカフェの魔法とかとリンクしてて、またこれもメイドさんっぽいのかななんて思ったりとか、あとズキュンズキュンとかドキュンドキュンみたいな感じで、こうすごくなんていうんですかね、そういう音がなんかアットセブンティーンのポップな感じと合うのかなと思って、そこの振り付けとかもすごくどんな感じになるのかなと楽しみなので、そういうところもチェックしてみてください。